ちは。楽しくリコーダーをのコーナーです。はい、ではね、今日3回目になりましたけど、今日はね、ちょっとスタッカートというのをやってみたいと思います。じゃあその代表的な曲やりますんで、こんな感じで途中でスタッカートが入ったのが分かったんじゃないかなと思いますけども、まあ、この曲、まあ、演奏して実はね、ものすごく、簡単な曲なんです。僕にとっては非常に簡単な曲なんですけど、ものすごくお子さん喜んでくれますけども、耳の、ものすごく、超えた人っていうんですかね、よく何でも聴いてる人はここのところをよくああいうことができるねって褒めてもらえて、とても嬉しい気持ちになります。ちょっとね、舌をちょっとね、この上あごのところにつけて、トゥッテッテッて吹く感じなんですけど、皆さんもまたこういう曲があったら練習してください。はい、そうなんですね。はい、では今日の曲は岬めぐりです。イントロが綺麗な曲なので、ぜひリコーダーで弾いていただきたいと思います。お願いします。はい、それではね、代表的な曲ですね。この曲ね、前奏と間奏あるいは後奏でこのリコーダーの曲っていうのがもう耳にこう入ってくるんですけど、実は山本幸太郎さんが歌っているそのバックにもこれとは全く違うメロディーで綺麗にリコーダーが入ってるんで、それなんかも聴いてやれたりするともっとこの曲が楽しくなると思います。ありがとうございました。はい。